はい、皆さんこんにちは、佐野日大の阿部監督でございます、はいはい、よろしくお願いします。現役シード選手にして、ね、現役シード選手が監督をやってるんです、ね、はい、そして7年目になりますか、ね、7年目、はい、7年間やってるんですよ。すごいね、はい、それでシードを維持できる。去年初めて、はい、シードを取りました。あ、そうか、まあ、維持というかね、はいはい、シードを取れるという。なるほど、ですよ。もう 寮に住んでるんですよ。ああ、でもこれってやっぱ若いことやってるから、はい、そのシードを取れてるっていうのもあるんじゃないですか。あると思います。なんかもう日本でなきゃいけないと思ってるんで、まあ、高校生にも頑張ってもらう、自分も一生懸命頑張るみたいな、まあ、ちょっと自分に妥協できないところはあります、ね、すごいですよ、はい、すごい。施してるっていう気持ちはないみたい、ね、一緒にやってるだって。そうだ、美しすぎませんか。美しいです、まあ、恩着せ妬みやっかみ、そういった世界も感からも全く感じないですもんね。ない、本当に本当。だから水上高校の石井監督も、うん、もう恩着せゼロ、うん、もう小生努力して要求せず、うん、本当指導者の鏡ですね。鏡、はい、そうです。でその選手の、うん、まあ今日は練習方法ですよ、うん、そう。僕子供の時からね、中学校の時から知ってるんで、うん、あれですけど、昔から多分練習法変わってないですよ。変わってない、変わってない。僕ね、もうたまんなく阿部ちゃんの朝のウォーミングアップっていうか、うん、あのハーフスイングみたいなのすごいリズムよく、はい、スパーン、うん、スパーン、スパーンでね、うん、たまんなく好きなの、うん、やっぱそれは去年ね、はい、やっぱパンオン率年間通してナンバーワンになってるっていうね、うん、俺日本一のショットメーカー、うん、そしてその今すごい飛ばし屋ばっかじゃないですか、うん、の中でこの普通の中肉中背で、はい、これアマチュアの方にね一番参考になる、うん、決してそんな飛ぶわけじゃない、でもこのリズムと力感とスイングプレーンと完璧なんですよ、まあ、そのちょっと打ちながら考え方だったり、はい、そういうことをちょっとお聞きしたいと思うので、はいはい、ちょっとまずやってもらいましょうか。朝のやつから始めてもらってもいいですか。はい、はいはい、下からですね。あ、下からですね。まず下から60度から54。本当僕は全部まんべんなく、まんべんなく打つようにしてます。OK です。はい。じゃあちょっと、はい、はい、60度から60度から。はい。あ、おお、それまずあれだ。もう本当最初は、うん、もう全く手を使わないで。はいはいはい。その左手が添えてるのは、まあ、ちょっと意識ですね。肘のポジションがもう体と距離があんまり変わらないような、はい、まあ、松山英樹もそうやって練習してるじゃない、はい、うん、朝まず片手から始まるんですか。もう片手ですね、右手やってで左手やってみたいな、ね、このなんかね、この一体感、これは試合前も普段の練習も変わらず、はい、もう相当やりますね。あ、普通の日だったら100球ぐらいはやってると思います。へえ、はい、普段の会場でも僕朝相当練習するんですよね、はあはあ、みんなさん1カゴ2カゴで終わっちゃうと思うんですけど、はいはい、僕4カゴ5カゴ打つんですけど朝。へえ、はい、まあ、あのペース打つとね、そうですね、うん、だから基本僕すごい練習のペースが早いんで、4カゴ5カゴってあの25個入りのやつが4箱とか、うん、あのバケツでしょ、はい、要はあの大きいバケツは1杯じゃ足らないですね。ああ、あの丸い大きいバケツだと1杯じゃ足りない、はいはい、スタート前にだからあの25個入りの24個入りか、はいはい、あれは近くやつ、うん、4個じゃ足りないと思います。足りないんだ、はい、へえ、足りないですだって今の感じだったら、ね、はい、でラウンド終わったら僕ほとんどやらないんで、疲れた体じゃ練習しないみたいな。へえー、はい、あ、疲れた体で練習をしない、はい、はい、って感じですね。へえー、朝やる、はい、ブレがないですよ。ああ、そう、なんか毎日日替わりがない、このね、今日はなんかちょっと練習したいなとか、うん、なんか今日は乗らないとかじゃなくて、このなんか一体感がすごくない。そうです、まあ、基本僕こうコックとか使う方じゃないんで、はい、もう体右左だけみたいな。ですね。はい、でこういう感じとか跳ね上げ系はなく、こう、そうですね。なんか乗っていくような、はい、もう運ぶっていうような感じです、ね。はい、まあ、全部もうアイアンもユーティリティもフェアウェイもドライバーも、はい、まあ、アプローチの延長みたいな。なるほど。はい、イメージですね。
なるほど、はい、じゃあちょっと次の段階に、はい、じゃあちょっとまあ1個飛ばしぐらいでいきますか。7番やあ、はい、はい、次は7番や、はい、はい、まあ本当は順々にもう全部打つんですけど、はい、うん、基本あんまりこう目標を定めないで打つんですよね。なるほどなるほど、まあ、こう150ヤード狙って打つって本当はした方がいいと思うんですけど、昔から結構感覚大事にする方なので、なるほどなるほど、こう自分の向きやすい方を向いて、向いてリズムよく、このねリズム皆さん、うん、早いよね。そう、なんか力感がここでギュンってやったりとかさ、これがゼロなんですよね。これ本芝でもこのぐらいのペースで打ってるんですよね。あの、はい、近いぐらいのリズムで、もうなんか歩いてるような感じで、ね、はい、芝生の上でこのペースで打つのって難しいですよね、まあ、ボールのセットアップもあるんで、ね、ここまではなかなか難しいですけど、ここは結構でもこういう感じでやってるよ練習、はい、ね、阿部ちゃんの結構早いですね。そう、ポンポンポン、これが本当ねたまらなくかっこいいのよ。だからツアー会場来たら皆さん、あの阿部ちゃんの練習をまず 見るのはめちゃくちゃおすすめですわ、うん、僕もなんかそれ見て始めたいもん。でこう一切この何フェースローテーションのしゃくりとかがない、ね、うん、いわゆる同調してる、クラブヘッドの先とボディが常に同調したこのリズム感、うん、そんな感じですね、はい、これユーティリティ系も、はい、そんな感じで、はい、はい、ユーティリティもう本当全部変わんないですね。うん、クラブが変わっても、ああ、ああ、ユーティリティでもそのリズムだ、はい、力感は練習の時とその本番のスイング違いはあるの？まあ、ちょっと力入っちゃう時もあるんですけど、うん、基本は一緒にしたいですね。一緒に、ああ、じゃあちょっと本番だとどういう感じですか？はい、あ、でも変わんない、変わんないね、うん、変わんないですか、うん、変わんない、はい、こんな感じです。やっぱ止まっちゃうと動き始めとかがぎこちなくなっちゃうと思うんで、もうできるだけ流れるようにスイングを始めたいなっていう感じです、ね、なるほど、はい、じゃあちょっともうちょっと長めの、はい、ドライバーかな、ドライバーいきますか、あ、はい、横田と同じシャフトですね、 VR、 あ、ね、VR ですか、うん、僕好きなんです VR、はい、まあ、ドライバーはそこまでテンポよくはなかなか、うん、まあ、ティーアップもするんで打てないんですけど、うん、でも一緒だね。でも練習場だとこうやって勝手にティーが出てくるんで、はあ、うん、曲がらなそう、結構これぐらいのリズムで打ちますね、うん、パーオン率1位って、ああ、ね、みんなアイアンがうまいんだなみたいな思ってるかもしれないですけど、ああ、ドライバー曲がったらパーオンできないですから、ね、できないね、ラフ行ったらね、特に今のツアーのグリーンで、うん、ツアーの飛距離で、ね、正直阿部ちゃんの飛距離がねすごい飛ぶわけではないから、うん、僕の飛距離でパーオン率1位って結構厳しい、厳しいのよ本当は、うん、はい、うん、でもやっぱそこはユーティリティがもう大活躍してるんで、ああ、はい、ちなみにドライバーはヘッドスピードどのぐらいなんですか？40コースで48とかぐらいだと思います。あ、はい、まあ、でも見た目以上に出てる感じですね。そうだね、今振ってる感じは多分46とかぐらいだと思います、はいはいはい、コースで振ったら、じゃあちょっとコースバージョンで、はい、あ、でもねスムーズ、叩いてる感ゼロですね。叩いてる感ゼロ、うん、ないですか、うん、もう右向いて左向く体に対して手がついてる、はい、手とクラブが一体、す
素晴らしい。こう惚れ惚れするね、このさっぱりとした、はい、あんまり考えないようにしますね。うん、はい、こういうアライメントスティックとか置かずに。もう絶対置かないですね。なるほど、はいはい、わなんかすごく親近感があってなんか真似しやすくて、あ、うん、くるくるっとね、うん、右向いて左、はい、っていうような感じ、はい、もうミスするときは例えばハムが硬くなってこう前傾が浅くなってるからグラブがこうローテーション多くなっちゃってるなとか、そっちが多いですね。はい、アドレスのハムが硬くなって、はいはい、ね、ちょっと別の動画でもトレーニングの動画上げますけどね、うん、そういったじゃあフィジカルのところからスイング崩し出すこともあるんだ ね、はい、やっぱアドレスから崩れてるんだなっていう意識で、はいはい、考えることが多いですね。練習の前にもやっぱあのトレーニングやるってことですか？体は、はい、トレーニングというか、はい、まあ、柔軟というか、うん、はい、準備はして、で球を打ちながら体を温めていくみたいな僕考え方なので、うん、はい、ツアーの時はそうやってやってます。なるほど、はい、コーチさんがあのトレーナーで入ってくださったのは今年からですか？はい、今年の4月からですね。あ、そうなんですね。はい、まあ、部長という形で、はい、あの入っていただいて、でトレーニングの指導もしてくださってっていう感じで。なるほど、はい、だからもうますます部員の方もそうだし、阿部ちゃんも、はい、うん、僕も含めて勉強になります、ね、ね、あ、はい、なるほど、うん、この練習の仕方ね、もう考え方ぜひアマチュアの人にもね、あの、うん、参考にしていただきたいと思います。はい、思います。はい、はい、本当勉強になりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。